おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから令和6年4月の定例記者会見を始めます。まずはじめに無垢の市長よりご挨拶をお願いします。おはようございます。令和6年度第1回、定例記者会見にお集まりいただきありがとうございます。3月の議会で執行部提出のすべての議案の可決をいただきましたので、令和6年度の事業が始まります。今日はそのうちの一つ、給食費の無償化について私からご説明をいたします。学校給食費の無償化についてですけれども、この4月から日田市立の小中学校において学校給食費を無償化します。また食物アレルギーのために毎日お弁当を持参しておられる児童生徒の保護者に対しては、学校給食費相当額を支給する給付制度を新たに開始いたします。詳細については担当課長からご説明をさせていただきます。その他の案件についても担当課長からご説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。それでは案件1につきまして、学校給食課より説明いたします。学校給食課でございます。日田市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境を整えるための施策の一つとして、令和6年度からただいま市長からご説明いただいたように、学校給食費の無償化を、実施いたします。プレスリリース資料の、学校給食費の無償化についてをご覧ください。概要に記載しています通り、令和6年4月から日田市の小中学校において、学校給食費の無償化を実施いたします。まず、学校給食無償化でございますけれども、日田市立の 小学校、中学校に在籍し給食を食べている小中学生にかかる給食費の無償化を実施いたします。小学生では1人当たり53,900円、中学校生では年間65,000円の給食費の負担が軽減されます。この無償化にあたっては保護者による手続きは不要となっております。保護者の皆様には学校を通じまして4月中旬にお知らせすることとしております。次に学校給食費相当額を支給する新たな給付金制度の開始を行います。この部分につきましては、日田市立の小中学校に通っている場合でも食物アレルギーのため給食を食べることができず、毎日お弁当を持参している児童生徒の、を対象としております。主にはアレルギーを持っている児童生徒のご家庭にを対象に、学校給食費に相当する金額を支給する制度です。具体的な対象者につきましては合わせてお配りしております添付資料にてご確認をお願いしたいと思います。給付金の額につきましては給食費相当額としておりますので、無償化と同様、小学生では年間53,900円、中学生では年間65,000円を上限としております。以上2点となります。学校給食費の無償化および給付金の対象者、手続き等の具体的な内容につきましては日田市のホームページにおいて公開をしております。また4月1日号の広報日田の市長コラムにおいて、このページにリンクする二次元コードを載せております。私からは以上でございます。続きまして案件2につきまして、情報統計課より説明いたします。情報統計課でございます。私からは日田市地図情報システム、通称日田市ウェブマップの運用開始につきましてご説明いたします。会見資料の3ページをご覧になってください。行政が保有する情報を地図情報と連携して公開する地図情報システム、日田市ウェブマップの運用を4月から開始いたしました。
利用の方法につきましては、市の公式ホームページに配置しております、日田市ウェブマップのリンクをクリックしますと、掲載マップの一覧が表示されます。閲覧したいマップをクリックしますと、利用規約が表示されますので、同意していただくことにより、利用開始となります。今回の運用開始時点では、公共施設マップ、都市計画情報マップをはじめとした5種類のマップを公開しておりまして、今後もですね、順次、質、量ともに拡張していくこととしております。また、不定期に行われますメンテナンスを除き、24時間365日サービスを提供いたします。日田市ウェブマップの導入は、行政としての情報発信能力の向上だけでなく、市民や事業者の利便性の向上にもつながるものと考えており、便利と感じていただけることを期待しております。それでは実際の画面を利用してシステムをご紹介いたします。画面の方をご覧になってください。どうぞ。この画面は日田市の公式ホームページです。日田市ウェブマップのリンクをクリックします。しかし、ウェブマップのトップページが起動しますので、閲覧したいマップをクリックします。まずは、都市計画情報マップについて説明します。都市計画情報マップをクリックします。すると、利用規約が表示されますので、確認の上、同意するをクリックします。次に、表示したい場所を検索します。検索方法には、郵便番号、住所から探す、目標物から探す、地図から探すの3通りがあります。今回は地図から探すを行います。市の概要図が表示されていますので、確認したい地点の付近をクリックします。今回は日田市役所の周辺地図を表示します。日田市役所周辺の都市計画情報マップが表示されます。画面左側には判例が表示されます。こちらのチェックボックスで表示する内容を選択することができます。また地図上の縮尺情報を選択することにより地図の拡大と縮小が行います。また地図上をクリックし上下左右に移動させることで中心点の移動が可能となります。次に公共施設マップの表示を行います。トップ画面から公共施設マップをクリックします。先ほど同様、利用規約が表示されますので、同意するをクリックします。今回は目標物から探すを行います。検索ワードに日田市役所と入力し検索すると検索結果として日田市役所が表示されていますのでクリックします。はい、日田市役所本庁周辺の公共施設マップが表示されます。画面左側には判例が表示されます。こちらのチェックボックスで表示する内容を選択することができます。今回はスポーツのチェックボックスのみを表示させます。スポーツのカテゴリーに分類された施設が表示されます。詳細を見たい施設をクリックすると、その施設に関する情報が表示されます。ホームページのある施設に関しては、リンクをクリックすることにより、そのページを閲覧することが可能となります。また、先ほどの都市計画情報マップと同様、地図上の縮尺情報を選択することにより、地図の拡大と縮小、地図上をクリックし、上下左右に移動させることで、中心点の移動が可能となります。以上の通り、市民や事業者、観光客をはじめとした日田市への来訪者が必要とする情報を収集する際に
便利な機能となっていますのでご利用いただきたいと思います。なお日田市ウェブマップの利用は今回ご紹介したパソコンだけでなくスマートフォンからの利用にも対応しております。また市販の地図は著作権等の問題で使えない。ソフトやアプリを利用して自分で地図を作ろうにも書くのが難しいといったように自分で地図を作るときには多くの悩みがつきものです。そんな地図作りの難しいところを解決するウェブ上で利用が可能なサービスマッピントロップの提供も併せて開始しました。こちらはオープンデータ化された地形図を活用したサービスですのでこれを利用して作られた地図は個人利用、商用利用も可能となっております。情報統計から、経過からは以上です。毎月振興局からは第57回生産系釈迦連峰山開きについてお知らせをいたします。4月の28日日曜日、前津の釈迦岳登山口下スノーピーク奥日田キャンプフィールド横の特設会場におきまして山開きが開催されます。当日は午前10時から山の安全を祈願する神事式典の後、東院高等学校吹奏楽部による演奏のほか、丸抜クイズ、綱引き大会などの催し物が行われます。また、会場内の飲食コーナーでは、地鶏焼きやカレー、焼きそば、まんじゅうなど、地元の前津江の方々によります出店がございます。主催は山菜会議でございまして、前津江町内の有志により、平成30年、2018年に結成されたグループでございます。日田市内最高峰1231メートルの釈迦岳山頂からの眺めは360度の大パノラマ、阿蘇山、九十連山、羽根山などを望むことができます。多くの方々にお越しをいただき、前津江の雄大な自然をご堪能いただきたいと思います。ご紹介のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。4番の令和6年4月の行事予定表は資料最後の予定表をご確認ください。